日本キリスト教団彦根教会は、滋賀県彦根市にある、旧組合系の日本キリスト教団に所属する、教会である。1872年に、横浜のヘボン塾に留学していた彦根藩の藩医中島総達が、キリスト教の求道者になり、教理彦根に聖書を送った。彦根の町医者、樋口三郎が、大阪で医学を勉強しているときに、 アメリカンボードの宣教師たちに出会い、キリスト教に触れ回収し、教理彦根でキリスト教の伝道を考えて、1872年に帰教した際に、テントゲンの林読会を組織した。アメリカンボードの宣教師 D.C. グリーンは1874年頃に、大阪三田教会の鈴木清と彦根の樋口三郎を訪ねた。樋口は、キリスト教の集会をしながら、 1876年に医学会社を設立した。アメリカンボードの選挙医 WK ラーを特別会員に迎えて治療と講演を行って医学の普及に努めた。ついで中島総達が彦根に戻り医者の家業をしながら樋口三郎に協力した。1877年になり、同志社の学生の尾崎行動から月一度の指導を受けることになった。 この年の末には、名十社を結成した。1878年には、旧彦根藩が設立した、衆議社に会場を移して、集会を公開することになった。1878年より、本間重慶が、中島総達の家に寄附し、伝道しながら英語教師として働く。百七十九年六月に、OH 牛リックと名十社と中島や、 樋口家を中心とする旧屋12名の会員で、彦根教会が設立される。初代牧師は、本間重慶になった。ありがとうございます。